はい、それでは参りまーす。せーの、6時だよ。6時だよ。週だよ。はい、ありがとうございました。はい、ということで、6時だよ、全員集合。皆様のね、体験などお話ししていただけたらと思いますので、はい、まず最初ね、皆様の方のね、お話と伺えたらと思いますので、はい。あ、先にこれ、お伝えしておいていいですかね。そうですね。はい。昇龍様の、うん、予約グランプリエントリーシート、はいはい、こういうのなんですけれども、はい、一応、なんでしょう。数に、予約数に関わらず、とりあえずエントリーするお客様、要はね、あ、ごめんなさい。これって、すいません。花屋大限定になりますけれども、はい、エントリーする方のお名前は、数はまだいいですので、うん、名前だけ11月の末まで、うん、よろしくお願いします。はい、最終的に、どなたが何個かっていうのは、うん、まだ、まあ、例えば商品が出るまでの間なのかっていうのは、これから決まるんですけども、随時多分増えたりもすると思うんで、うんうん、最終的にお店さんの方で、誰々さんが何個とかつけていただけると助かりますので。うん、はい、うん。はい。まずはね、とりあえずエントリーを、ゲームに参加しますっていうエントリーの、うん、意思表明を今取ってます、ね、数は後からで大丈夫ですので、はい、よろしくお願いします。はい、あとですね、はい、長龍さん、まあ、新商品のね、長龍さんが出るにあたりまして、うん、まあさらっと触りまでにでして新商品の長龍さんのセット、その名も超水流ダブルセットというのがあります。はい。はい、それはですね、何かと言いますと、新商品の超流さん、サブリの超流さんが3つ。で、水流さんが2つ。だから3つと2つで6万円のセットとなりまして、うん、で、そのセットを購入してくださった皆様には、はい、こちらのね、今までの、はい。こちらのね、そうですね。はい、一番人気の、色、うん、例えば八大竜王様でしたら、これ、ロイヤルブルーとか、はい、一番人気の色を揃えました。はい。はいはい、これが6枚の、ポストカードのサイズになって、プレゼントされますよ、はい、ということで、はい、そうです、うん。はい。またね、いろいろ詳細決まりましたら、まあ、こういうプレゼントがいただけるっていう、今、お知らせなので、またね、はい、その他の詳細とはまたお知らせさせていただきますので、はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、はい、という方かな、そんな感じですね、はい、あとは12月25日の、うん、本当に花井社長の緊急に決まりましたワークショップなんですけれども、はい、すごいやっぱりなんだろう、すごいご要望が多くて、なんだろう、最初は限定50名だったんですけれども、うん、枠を増やしまして、広い会場を借りれましたので、また、受け付けております。はい、ただ、すごいやっぱり人気ですので、なんでしょう。ね、広い会場を借りたと言っても、入る人数は決まってますので、振り込み順、はい、先約順になってしまいますので、お早めの、はい、お申し込みをお願いします、はいはい、はい。お申し込みをメールでしていただいて、うん、その指定の口座にご入金いただいて、受付が完了となりますので。そうです、そうです。はい。はい。振り込み完了しましたら、個人個人に、うん、こちらからオフィスからまた、はい、確約しましたっていうメール、返信。いただきます。そしてさらにまた後日チケットを郵送しますので、うん、振り込みしたのに、うん、届かないとかメールが来ないとかっていう方はオフィスにどんどんなんだろう、はい、問い合わせしていただければ助かります。やっぱりね迷惑メール設定とかそれぞれ設定がメール設定がね、うん、違うと、オフィスでは一応自動的にちゃんと送ってるんですけれども、やっぱり受け取れないっていう方がね、やっぱり、いらっしゃったりするので、その辺は、なんか確認のメールが振り込みしたのに、確認のメールが来ないとかでしたら、本当に遠慮なくオフィスの方に、はい、
電話で問い合わせ していただければ助かります。はい。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ、こちらからは以上です、はい。以上です。はい。ありがとうございます。はい、あ、あと、うん、すごい、皆さん、待ちに待って、てる人もいると思うんですが、うん、オーセレブの光チークが明日入荷になりますので、はい、なんだろう、そう、改良されて。改良されて、入れ物が改良されまして、うん、明日入荷しますので、ご希望の方は注文書の方に、うん、書いていただいて、ファックスしていただければ、はい、明日、発送できますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よかったよかった。ありがとうございます。ね、そうね。はい。ということで、はい、以上です。ありがとうございます。はい。うっちーさん、まきちゃん、もう大丈夫です。はい。ありがとうございます。はい。林社長、はい。いいえ、はい、よろしくお願いします。はい。はい、今から喋れる段取りができましたので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私たち楽しみだ、ね。はい、楽しみです。ちょっと、二人さ、はい、何その服ペアみたいじゃん。そうそうそう。なんか、私、今日これ着てきたら、はい、おえと思って今、はい、今っていうか、愛と光 T シャツだったんだけど。そう、愛と光、ずっと体動かしてたんで、愛と光 T シャツだったんですけど、今日これ着ようって持ってきてたんです。いや素晴らしい。この前、なんだっけ、ふみかちゃんがさ、はい、ね、あそこのカラオケボックスのところで、はい、出陣の儀をさ、はい、地元の人たちとみんなね、やってくれたときに、フッチーがさ、終わった後、汗びっちょんちょんになって、T シャツ着替えてる姿を見て、もう感動してっていう、もう、私も感動しました、もうね、本当魂込めてね、もう命燃やしてやってるんだなっていう、ありがとうございます。もうなんかね、フッチーの愛はみんな、ね、伝わってますからね。はい、皆様の。はい。なんかあと、そろそろね、うん、出そうだね。天下統一。なんか、多分、あと、数個の人が。うん、ああ、ほんとだ。なんか、リーチかかってそうな人がなんかね、ちらほら、いそうだなぁなんて、はい。ちょっと、はい。ドロッドコドコドコみたいなね。はい。はい。はい。また一人出ると盛り上がりますね、と思って。はい。じゃあ、今日はね、私の、新商品潮流さんの私の個人の体験をね伝えたいと思いますね。よろしくお願いします。はい、今までね、社長様たちからこの体験談、個人の感想ですけど、お仲間にね、スタッフさんに飲んでもらったやつとか自分の飲んだ体験談がいっぱいこう来てまして、それね、どんどんシェアしていいですよって言ってもらえたんで、すごいたくさん来ててね、うん、LINE に載せさせてもらったんだけど、みんなもどうぞね、自分のお客様に、LINE とかで教えてあげてくださいね。かいつまんで言うと、すごいね、なんだろう、すごい体が楽になったとか、お肌きれいになったとかね、痩せましたとか、あと、うわ、すごいと思ったのは、もうコンセプトは万病一元論ということで、腸ね、うん、腸がきれいなら、なんていうのかな、もう、すべて万病にいいという。で、なんていうのかな。その人の考え方から生き方まで、腸が、何?指導してるというか、腸がなんかこう、突き動かしてるっていう、それね、本当かもしれないなっていう、うん、ありますね。腹が据わってるとか、うん、うん、やっぱり、いろんなものをね、いろんなことがあった時に、いろんなものを感じて、自分の中に飲み込む。そうすると自分の体の中に思いも溜めていくんだよね。うん。だから胃とか腸とかね、そういったものに溜まりやすいんですね。そんなものを、なんだろう、波動的にもって言ってるのかな。なんか、波動的じゃないな。その腸内環境を良くしたり、今までかつてなかったコンセプトのものなんで、これでもかっていう、うん。もう腸にいいぞっていうのをね、パカパカパカって、こう、なんかね、入れたような。腸にいいということは、お肌にもいい。体にもいい。全部にいい。でね、みんなね、ゾンビ細胞になっちゃってるんだってね。で、それを、生き生き細胞に変えてくれる、一つ一つの細胞が、ね。はい、60兆個の細胞が、今70兆個とか言われてんか?ちょっとごめんね。
定かではないけど、うん、その細胞一つ一つを生き生きとね、するというコンセプトかな。うん。ミトコンドリアとかね。うん、そう、うん。で、それで、ちょっと前に来た体験談ですっごいなと思ったのは、1ヶ月半ぐらい、マスクでお肌が荒れてしまって、もうなんか汁が出ちゃって、でもしょうがないから、お薬を、皮膚科に行ってもその薬をつけるしかなかった。だって。だけど、全く収まらない。で、1ヶ月半も、じゅくじゅく汁が出っ放しだったと。で、その方が、潮流さんを4粒飲ましていただいて、多分1回だと思うんだよ。飲んで、あれ、なんかいいなって思い、そしたら、次の日になんかこう、炎症が止まり、で、2日目に、なんと、その汁が止まって、お薬つけなくて済むようになったっていう。すごいよね。すごいですね。すごいよね。で、だから、そんだけ、なんていうの？腸っていうの、腸の中というか、体の毒素の吐け口になってたんだねっていう、そのお肌のさ。で、そんなのが、他の社長さんたちから来てる体験談に載ってますので、いっぺんに送ったから読めてないと思うのね。じっくり読んで、見てくださいね。で、それから、他にも、とにかく肌がめっちゃ綺麗になったとか、すぐ一日でわかるってみんな言ってる。それと、便通が良いと。でね、すぐ、すごい、タールみたいな黒い便が出たって、散々にいいもの飲んでたのに、あれ飲んだらいきなりなんか黒いの出たとか、あとおしっこがすごい出たとか、4粒でだよ。で、これすごいのは、ひとりさんがね、ひとりさんってお腹が結構刺激のあるものだと結構ゆるゆるになっちゃうんだって、だけど、潮流さんは、めっちゃお調子が良いんですって。ちょっと多く取りすぎたりすると、ちょっとなんかこう、刺激すぎちゃって、なんだろう、水目見たくなっちゃったりとかってあるらしいんだけど、潮流さんはなんだかすっごいもう頭すっきりの、なんかお腹の調子がとっても良くって、もういっぱい飲みたいんだけど、ある程度しかないのでね。でも、まあ、ひとりさんは、特別に、ひとりさんというのは、やっぱ、そこの長でございますので、ひとりさんにはちゃんと思う存分飲んでもらいたいということで、ちょっと多めに取ってもらっています。めっちゃ調子いいですね。だから、すごいなと。で、なんかね、スッとしてきたね。スッと。なんか、ちょっと、あら、運動もしてるなんて感じ。で、それで、いい感じよ。で、もう一つ、ああっていうのがあって、ね、痩せる。おー。それねー。ゆきちゃんさ、あたしさ、実はさ、この間一緒に出かけてた時も、なんだろう、ずいぶん痩せたね、みたいな言われてたけど、私ね、もっと痩せたの。で、あの時飲んでないの、実は。潮流さん。ね、だって持ってなかった。持ってたら言うじゃん。そう。なんか変わってるの、あれ新しいのなんかこう。もう絶対見てんだもん。なんか、あれだったけど、それこそね、伏子里流は、なんか、濡らしてください。そうそう。さすがの社長も、飲んでなかったんだなって、やっぱり思いました。そう、だってやっぱね、来たばっかりなんよ。で、ね、それを、例えば、ほら、恵美子さんは、ちょっとやっぱり、飲んでたんですけど、そしたらね、恵美ちゃんね、それを飲んでて、膝とかも治って、腰も治っちゃった。だから、個人の感想だけど、これ何、何って、ね、いろんなのにいいのよね。個人の感想です。私も、ちょっと寝すぎてて、腰痛かったのすぐ治ったもん。で、それと、ね、痩せる、本当に。この後ね、久々に私会ったの、恵美子社長に昨日。痩せてるって。やばーいみたいな。だって、
それこそ社長と出かけた時に、二人でちょっとこう、お洋服、こう、いろいろこう着たり、こう、いろいろしたじゃないですか、試着の時。あの時に、社長いろんなお洋服着た、ね、着替えてるところ、うん、私も見たりしたんだけど、うん、見たりっていうか、うん、一緒にこう着替えたりしてたから、もう、それでもね、すごい痩せてたの、なんだろう。ズームの時に、皆さんに、ゲームで勝った人に、コートを、ね、はい、着てみせて、あの時よりもさらに痩せてたし、薄くなってたし、なんだろう、洋服がすごい似合う体型で、本当にね、すごいいろんな、形の洋服、一緒に着てみたんだけど、社長が着るとすっごい似合ってんの。だからきっと私も着こなせると思って着るんだけど、ちょっと違うのよね。だから多分すごいメリハリが出てんじゃないかなって思ったんですよね。マキちゃんいい人。でも本当なんだよね。うん、本当になの。ね、まず、エミちゃん痩せたねって言ったんだけど、私その時ね、ブカッとした格好してたのよ。その昨日会った時。そんで、ヘミちゃん実はさ、私もさ、あれ飲んで何日かなのに、もっと痩せたんだけど、つって、うん、お腹見したのしたら、すごい、花ちゃん、ぺったんこ。本当にお腹ぺったんこになったの。で、それでね、で、私、ひとりさんの、久々にひとりさんの背中を見た時に、背中の肉ないって言ったら、これ痩せんだよ、へへって言ったの。本当と思って。で、みっちゃん先生も、これは、減ってんの？みっちゃん先生も。ほんでね、あっちこっち痛かったの、すっごいどんどん治ってんの。すごい好きだったよ。そんで、私はね、自分の、もう触ってってみっちゃんにちょっとね、骨、触ると、もうあばらがすぐ骨なの。ちょっと触らせてあげたいんだけど、まきちゃんにも。触りたい、触りたい。楽しい。で、それで、ね、でもこう、ほんと興奮してんの。これ痩せる。ほんと、やばい。なんかね、若くなるんじゃない？なんだろう。代謝良くなるんじゃない？あ、うち、嬉しそう。最高ですね。ねえ。だって、さっき、私は、達也部長に会ってないんだけど、ちょっと電話が来て、伏子里流。そう。伏子里流の話、うん、ちょっとこう聞いたとき、花さん、ほんと痩せてたよって、私に言ってたから、そうなの。やっぱりそうなんだと思って。そう。ちょっと頑張ってないのに。そうなの。だからほんとごめんね。2回分しかね、君たちにも渡せない。2回分もらっちゃって今。そう、2日分ね、1日4分で、なんかね、いつ飲んでもいいんだよ。いつ飲んでもいいんだけど、なんか食後とか寝る前がいいかな。あと、すっごいよく寝れるって。だから私もそうだけど、すごい睡眠が、上質な睡眠。なんか、目覚めが良くなるって体験談もありました。あるね。あるね。だからもうこれね、もう語ると、もう延々と語っちゃいそうでしつこくなっちゃう。でも私、今ね、この前、知り合った方がね、この前知り合ったわけじゃないけど、私の体を触って、何なのって、すごい若いって言ったのよ。血液とか細胞とか、すごいよって、きっと、やっぱりサプリが老化をストップしてるんだねって言ってもらえたわけよ。うん、で、その時に一緒にいた人が、花さん、送ってちょうだいって言ったけど、私、本当に送るとしたら、水流で潮流を飲んでもらいたいと思って。それが一番ですね。それが一番だね。肌も、めっちゃ、つるんこつるんこ。やばいです。だってそれはそうだよね。腸の裏返ったのが肌だからね。わかる？そう。私の腸は綺麗よってな感じで。肌。白くなったってさらにね。だからなんかね、とんでもないもんが出るね。出たね。皆さんね、損させないので予約バンバン、あれしてください。で、それから、なんだっけ、このゲーム、予約ゲームじゃん。はい。はい、で、私もほら、予約ゲームして、そのね、うん。ナンバーワンとか決めていくと、ね。で、なんていうの？こう、もう、確約の数でね、やってもらいたいなって思うんだけど、その時に私もうね、男の人もいるから、
他のものもね、いろいろ。あと、ちょっと美容器具なんぞも混ぜこぜ。美容器具いいですね。いいですね。なんか結局さ、使わないんだね、これが。ね、もう何日かしか使っておらん。でも、私の波動入りみたいなね。そんなのも、あとお洋服とかも、一回着たら気が済むみたいな、なんていうのかな。もういっぱい、あるので、もう本当に自分でも、うん、いっぱい。うん。で、ともかくね、疲れない。もう、めっちゃ疲れない。うん、みっちゃんが言えと。でも本当に疲れない。みっちゃん本当に痩せたんよ。そりゃそうだよね。だってさ、エネルギーを上手に使えてるから痩せてくるんだもん。うーん。慣れないよ。わーお。やば。やばい。4粒なんですよね。これは倍飲みたい、3倍飲みたい出ちゃうだろうけど、4粒で効きます、本当に。え、うん、本当に。すごい。安っ、はい、やばいです。私もいっぱいお洋服とかいろいろ、出しますんでね。はい。私も、やりがいがあるので。ねえ。お掃除ってわけじゃないんだよね。これ、あげちゃおう、持ってけっていうのをバンバン行こうと思う。あと、靴とかもね。うん。はい。と、はい。まあ、サイズいろいろあるけどね。はい。うん、ほとんど履いてないです。なんかね、サイズの合うお客さん、ね。そうね。すごいね。ありがたい。そうそう。なんかね、そこそこで交換したりしてもらったらいいかなって思います。はい。いろいろあるからね。で、あと、伏子流なんだけど、うん、私ね、もう伏子流が、あまりにも、なんかこうつけると、すごい可愛い、こう、音が聞こえてね、ポッポカッカするの。つけると、うん、ね、ポポカカってするので、伏子流ポポカカってあだ名つけたのね。で、それで、つけると首とかポポカカするわけ。腰とかも、背中とかもポポカカするのね。で、首とか耳の後ろとか、1時間半ぐらいポポカカするわけ、うん。で、これ何人かちょっと会った人にやってみたんだけど、お悪いところは感じない。うん。悪くない方はポポカカするの、うん。例えば、首にね、右と左塗って、痛い方は感じないの。だから、だけど面白いの。何日かつけるとポポカカするの。うん、感じないけど、浸透してなんか、伏子流ちゃんが、なんかしてくれるんだね。うん。ことで、しつこくなるので、この辺で。皆さん、若くなりたい人は飲んだらいいと思う。私はなんか若くなりたい。これ個人の感想です。私はもっと若くなりたいし、綺麗に締まりたいので、痩せたいので、飲みまーす。続きます。どっか痛くない人って残念ながらいないので、あとね、うん、なんだっけ、ふくらはぎの痛みとかにもどうですかとか、筋肉痛とか、いいに決まってるじゃーんってことで、むくみもいい。だって血行良くなったらむくみ取れるのでね、うん、個人の感想です。全身に塗りたいです。ということで、伏子流と長流さんは、あとお水ね、この3つは、必要としない人はいないと思います。うん、うん、本当に。ということで、はい、黙ります。以上でした。ありがとうございます。楽しい。ねえ。聞いてるだけで、ますます欲しくなりましたね。欲しくなるね。なんか15日に、うん、社長が体験談ラインにね、うん、たくさんこう、うん、夜かな、はい、載せてくれたんですけど、はい、私も後からこう、じっくりこう読んだら、すごいなんか、うん、みんなね、うん、すごいこう、よかった。よかった。推進です。一、はい、回でわかる。これが今度のものの凄さ。一回塗ったらわかる。一回飲んだらわかる。ああ、うん。うん。以上でした。ありがとうございます。なんか、それすごいね。はい、なんかサブタイトルかなんか、何でしたっけ、一回飲めばわかるシリーズみたいな。ね。ねえ。一度でわかるシリーズだ。一度でわかるシリーズ。はい。一度でわかるシリーズ。一度でわかるシリーズ。すごい、私も何度も。じゃあ。あ、でも、それぐらいね、はい、熱意がというか、はい、伝わりますよね。はい、本当に、はい。なんか体験談の、うん、全部こう、
読んだけど、すごいなと思って、皆さんね、それぞれ一回飲んだだけで、ああいうふうに、反応というかね、個人の感想だけど、出るのは。ね、またしつこく出てきていい？これ一個やった。ぜひぜひ。私ね、なんか、本当にね、ここ5年ぐらいありえない体重になったの、正直。あのね、近くにいるから分かりますよ、本当それは。あ、そう。5年じゃないか。うん。あ、おいしい、で、来て、始まっていく。始まって以来だと思う。一番。だから、ちょっと超えてたから。みゆによっては、私よりも薄いかもしれないですよ。肩幅は、その方があるかもしれないけど、薄さは、もしかしたら社長の方が薄くなっちゃったかも。私なんかほら、骨がっちり太郎だからね、私。私、本田くんと言われて。うん、なんか、ね、うん、ね。それで、なんだっけな、結構ね、ちょっとムチムチすると、ちょっとなんかお尻の形がピターンと出ちゃう、肉肉しくなるスカートとかがあって、うん。うん、で、もう、放出しようかなと思って、履いてみたの、これ。きついだろうな。うん、いや、緩みが出てるってびっくりしたわ。うん、だから、すごい。すごい。まあ、でもちゃんとみんなに出すけどね。出すけど、ちょっとこれはもう一回履こうかなっていうのは、ちょっと、もうちょっと待ってねっていうのも。だから、前の形になってる私、やばい。おー、すごい。嬉しい。以上。いやー、なんか、お下がりが減っちゃうなーって寂しく。出すって出すって。素晴らしい。ちょっとこう、何言うよ、心の声を。大事です。うん、でも本当期待してください。よかった。ありがとうございます。楽しみ。楽しみですね。はい。皆様も。ね、はい。楽しみですね。はい。はい、いや、素敵な体験だもん。ねえ、ね。ありがとうございます。ね、本当取扱店の皆さんも、今一度、15日、社長が挙げてくれた、体験談、もう一度、こう、ちょっと読んでみてくださいね。皆さん読んでるとは思いますけど、まあね。シェアも OK で、うん、はい。うん。お客様にも、ね、ぜひぜひ。はい、ぜひぜひ。はい。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということで、あっという間になりましたが、はい、皆さんの方から何かお話のはございますでしょうか。あ、カンさんあげてますかね。カンさん、ね、はい、どうぞ。こんばんは。顔なしでもよろしいですか。どうぞ、はい。ありがとうございます。お礼なんですけれども、はい、先週の火曜日に私、一時停止無視の車に走行中追突されまして、車も運転席が悪いなど、もう本当に直角にぶつかられたので、正直言えば腰がちょっと今回ちょっと損傷しちゃいまして、今リハビリに行ってる最中なんですけれども、今もちょっと行ってきたんですが、でもあの日私事故った20分後かな、もうちょっと震える手だったんですけれども、はい、皆さんに遠隔お願いしていただいた、いろんな方が遠隔私にパワーくださって、本当に事故は突発的だったんですけれども、本当に考えれば考えるほど、あ、これくらいで済んでよかったっていう状況に状況で済みまして、今はもう保険屋さんとのいろんなやり取りで物語が進んでまして、車も昨日直って帰ってきたので、本当にこんなに早くいろんなことが解決する方向に向かったの、本当に皆さんのおかげだったので、この場をお借りして皆さんにお礼を言いたいと思って手を挙げました。本当にありがとうございました。よかったです。よかったね。よかった。早く伏子リリーつけさせたいわ。正直私のために出てきたなって思います。そう思う、そう思う。あとね、やっぱり修復するのに潮流もいいね。飲みたいなと思って、ね、今は鎮痛剤で痛みを散らしてるんですけれども、薬が切れる時間になるともう
見事に出てくるので、あ、これは飲んでつけてっていうことなんだろうなと思って、もう喉から手が出るほど欲しいです。ねえ。もうちょっと待っててね。ねえ、本当ですね。待ってます。うん、はい、首長くして待ってますので、うん、はい、うん、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。はいはいはい、では、はいはい、あとはいかがでしょうか。あのちょっとね、ジンケールのことでちょっと聞きたいことが、はい、あ、すいません、ありがとうございます。聞きたいことあって、まあ、ちょっとしたことなんですけど、あの時々ラブラブってあるじゃないですか。はいはい、どのタイミングで出るのかっていうのは、ね、ちょっとそう特に決まってないんですけど、あの僕から見てその歌を叫んでる人いるじゃないですか。叫んでる方が、はい、なんか画面上でこれやってるなと思ったら、なんとなく僕の、なんとか、独断と偏見でノリでやらせていただいて。はい。特に決まりはない。特に決まりはないです。あの、別にこれを毎回やんなきゃいけないってものではないし、ますます、皆さんが楽しんでいただければいいなと思って、はい、はい。やらせていただいてます。はい。あと、あの、12月25日、あの、無事申し込み、あの、間に合い、はい、あの、振り込み、楽しみにしてます。はい、あの、3月の20日のズームの、ね、たった30分ぐらいのワーク、うん、もう、あれで随分今年の流れが変わっちゃったんで、うん、もう今回3時間ですもんね。どうなっちゃうんだろうっていう、もう今からすごいわ。楽しみですね。もうね、それでその後潮流とね、またすね、あれでなんかもう来年すごいことになるんじゃないか。年末盛りだくさんでね、楽しみですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。頑張ります。ぶっ飛びます。ありがとうございます。いいです。はい、あ、さ、戸村優子ちゃんかな。はいはい、あ、感謝してます。あの息子が手を振ってたんですけれども、あ、でもちょっと今日あのちょっと短く済ませますが伝えたいことがあったので、うん、はい、はい、あの水流なんですけれども、あのお客様であの発売からこうずっと、もう半年ぐらい、4月終わりに出てからずっと毎月飲んでくださってるお客さんがいたんですね、いるんですね、農家のお姉さんなんですけれども、で、あのその、農家のお姉さんと、あとお姉さんと姪っ子さんもこうあの、うんうん、一緒にあのお水でね、ケイ素でいいっていうことでずっと続けてくれてたんですけれども、この前2日ほど前にお届けに行った時に、まあ、ちょうどもう 6箱目というか半年ぐらい飲み終わった感じだったんですね。で、農家のお姉さんはあの、まあ、基本健康体なんですけれども、こうひとりさんが作った水流をこう毎日こう飲むことが幸せなんで、こうずっと続けてくれてて、で、あの姪っ子さんとかはあのあんまりこうご本人的にはこう変わるっていう、こう何か劇的に変わるとかはあんまり感じなかったみたいなんですけれども、やっぱり続けて飲むのがいいということで、ずっと半年ぐらいやっぱ細胞入れ替わるのに飲んでくれてました、うん、そしたら、あ、そのめいっ子さんの方も半年飲んでどうですかってあの話してたんですけれども、やっぱりあのこう気づけばいつも整骨院頭痛とかがする方だったので、なんか定期的にこうなんか整骨院だとかそういうのをやっぱ言ってたんですけれども、やっぱり最近は全然行ってなくて、うん、でこう気持ちもなんかやっぱりなんか見ててこう一緒に住んでるのでちょっと違うっていうのを教えてくださって、で実はその方があのご主人がオーストラリアに住んでまして、うん、帰ってきてる途中にコロナになったのでずっと帰れなかったんですね、うんうん、でその姪っ子さんがもう来月12月に、オーストラリアに、お子様と帰れることになったんですけれども、あの水流さんをあの6箱か7箱持って帰りたいんで、あの続けて飲みたいんでこうよろしくお願いしますっていう風に言ってくださって、やっぱりこう、うん、飲んでることでこう、ね、良さを感じてくださってたみたいで、あの直接ほんとお会いするっていうことが なく農家のお姉さんを通じてのやり取りだったんですけれども、ちゃんとこう飲んでくれてて、
そうやって外国にね耐えられる中でも飲んでくれるっていう嬉しい報告を、うん、はい聞きました。ありがとうございます。本当によかったです ね、 ね、はい、会わなくても愛は通じるんだね、うん、届いてたみたいで、うん、潮流潮流さんがもしそれ変えられる前までになれば、はい、まあ、ちょっとでも吹くわけ、まあ、あの、うんうんうん、できたらなとは思ってるんですけども、はい、また楽しみにしています。12月半ばになんとかなりそうだよ。間に合いそうかもです。楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ございます。はいはい、はい、あとはいかがでしょうか。はい、大丈夫そうであれば今日は、この辺です、ね、あと今日ほら、なんか千葉でさ、はい、タッタの講演会、はい、そうです、7時から、ちょうど7時から19時からありますので、はい、もしまだね、ズーム参加もはい、ありありますので、もしこの後参加したいよという方はオフィス、もしくはね、まきちゃんの方に、はい、まあオフィスで大丈夫ですので、はい、連絡をくださいませ。はい、よろしくお願いします。じゃあくじ切りで、ありがとうございました。素晴らしい時間をありがとうございました。はい、はい、体験談聞けてよかった ね、はい、うんうんうん、じゃあ久々、はい、くじ切りやってみようかもしれない。お願いします。じゃあちょっとやってみよう。お願いします。はい、ってね、はい、いきますよ。八大流を流人水流の方を行います。南無八大流を助けたまえ。林、病、道、社、会、人、列、在、前、林、前。林、病、道、社、会、人、列、在、前。えい！八大流を、流人、水流の方。以上、このことがダイヤモンドに変わります。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 ありがとうございました。今日も素晴らしい時間をありがとうございました。では最後に記念撮影に入りたいと思いますので、はい、皆様お顔を出していただいて、はい、では何枚かいきたいと思います。ではひとりさんのザ・ひとりのポーズで参ります。せーの、サイトイトリーザ・ひとりどー、えい、はい、もう一枚いきます。いきます、せーの、サイトイトリーザ・ひとりどー、えい、ラストいきます、せーの、はい、せーの、サイトイトリーザ・ひとりどー、えい、はい、ありがとうございました。はい、ということで素晴らしい時間ありがとうございました。はい、それではすぐにお会いしましょう。達也部長の講演会ご希望の方はオフィスに、オフィスまで連絡ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは参ります。ごきげんよう。5秒前。4、3、2、1、ふわふわ。ありがとうございました。バイ。